どうもお疲れ様です。まあ、吉田さんが言ってた通り、最強の戦略っていうのは、リピートなんですよね。で、私もね、店舗をやる中で、新規のお客さんを、まあ、捕まえるのに、新規のお客さんって、例えば、初回で3000円前後、お金使ってくださるんですよ。飲食店にしても、遊戯場にしても。まあ、お試しぐらいな感覚ですよね。で、その3000円以上は、あんまり初回から使わないですね。で、この人を誘致するのに、 大体平均1人1万円かかるんですよつまり1万円のコストをかけてやっと新規の人が3000円落としてくれるって感じでマイナス7000円なんですよねでそれに対してリピーターっていうのはものすごくねあの店のこととかスタッフのこととかがファンになってるんであの高いレベルの商品でも買ってくれるんですよねだから今度大会がありますよとかってエントリー費1万円ですよっつったらおお行く行くみたいな感じで払ってくれたりとかあのチャレンジメニューですとか言ってねちょっと大皿で5000円のカレーとか出しても 食べてくれたりすするんですよねもちろんそれはチャレンジなんで食べれなかったり食べれたりとかでないろいろあるんですけどもねまあでもどちらにしてもあの、まあ、リピータータが一番お金使ってくれますねでも下手な人はリピーターには還元還元還元みたいな感じでいやいつも常連してくれてるんでこのぐらいお返ししますよって感じで儲けけにならならいことをやるわけですよそうするとじゃあ逆に新規さんからぼったくるのって話になっちゃうわけですよ。 だからやっぱり私は ABC 顧客って言ってね週に1回以上いらっしゃってるお客さんからは最もあらりを取っていかないといけないしどっちかっていうと新規の顧客 C 以下のお客さんっていうのはお金をばらまいていかないといけないっていうふうに感じしましたね。で実際あのこうやってネットビジネス塾やっても付き合いの長い方とかねそれからより高額なものを求めて買う人の方が問題解決能力高いんですよ。なぜかかっってていいいいいううと高いお金をを払ってでも問題解決をしたいっていう思いがあるから やっぱりね商品の価格じゃないんですよねやっぱり次のレベル次のレベル高いレベルが出てくれば来るほど買ってくれるっていうそのリピートになってきますねだからリピーターさんにはなるべく次のレベルの価格のそして価値のものを提供するようにしてますかねそうするとやっぱりね答えは出ますねそういう人ほどあの結局結果的には儲かっているし続いてるし関係も良くなるって感じですねやっぱり自分に対して最も 有効な商品を販売してくれる人に対してそのお金が払えない人ってのはそこで終わりますよで代わりにどっかねもう優秀な商品があればいいですけど結局見つからないわけですよねだからこれはね FX の教材出してもそうなんですけどもあの FX オリガルヒ FX の中のコンサルなんていうのは今ね年間300万払う人がいるわけですよたった一人ですけどもその人の契約ももうすぐ終わるんで その空いた席を今度誰が取るかってことなんですよねもちろん最初から300万じゃなくて最初は100万からスタートさせてもらえばいいかなと思ってるんですけどもいやこれはねすごい稼げるようになったなと思いましたねなんせねもっと稼ぎたいもっと知りたいもっと間違いを指摘して,てほしいっていうのはもっともっとがすごい溢れてるんで指導のしがいもあってね私の方ももう指導するネタがなくなるぐらいいきましたからねでそれを全部答えてくれるっていうか、ね、紹介してくれますからねやっぱやりがいがあるなと思いました、うん、結局 YouTube だろうが何だろうが最強の戦略はこの リピートをどのようにねあのリピートさんにどうやって答えていくかじゃないですか全身全霊で。と思いますねやっぱり吉根さんと共通の答えでございます。